てめえが油断したからだよ。しかしバーダックよ、息子の誕生祝いにしちゃちょいと派手にやりすぎちまったな。息子の誕生祝いだと？くだらねえ冗談だ。この星も片付いたことだし、惑星ベジータに帰って会ってきたらどうなんだ。何の見どころもねえ最下級兵士のクソガキにわざわざ会いに行くバカがいるか。どうにでもしろと言っておくよ。ふん、そうかい。いや、しかしフリーザ様には感謝しなくちゃな。毎度毎度俺たちはよく使ってくださるぜ。だが何だってフリーザ様、こんなチンケな星を欲しがってらっしゃるんだ。なんでもな、このカナッサ星には変な超能力を身につけられるエネルギーがあるって噂があってな。そんな噂を信じてるのかどうなのか、フリーズ様は前々から手に入れようと考えていたらしいぜ。油断してたぜ。聞け、わしは今お前に未来を予知できる幻の剣を放った。お前ら一族の行く末が見えてくるはずだ。未来を予知？何を言ってやがんだ。言っておくが、お前らには呪われた未来しかないぞ。我が一族と同じように滅び去るのみなのだ。その未来の姿を見てせいぜい苦しむがいい。笑わせるぜ。俺たち無敵のサイヤ人が何を見て苦しむと言ってんだ。ったくのう、バーダック。バーダック、おい、バーダック、しっかりしろ、バーダック。なんだ、おいおい、どうしたんだ。バーダック